はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれ、深刻なニュースです。はい、もうね、全世界がアメリカだけではなくて、日本も含めて全世界がね、バイデン大統領誕生かもしれないってなんか湧き立ってるじゃないですか。でもね、ちょっと考えてほしいニュースがここに出てきました。中国系の資本、中国資本の会社がね、日本の安全保障上重要な施設の近くの土地を80カ所も買収しています。 はい、中国系の資本が何らかの形で日本に入り込んでいてで、ね、今、ね、日本にとって安全保障上重要な土地の買収の件数が全国で80か所に上っていますこういう危険な状況ですもうバイデン云々ってというので盛り上がってる場合ではないんですよ。 もう一回言いますね。中国の資本が日本に入ってきて、ただの土地を購入しただけじゃないんです。安全保障上重要な施設、離島を約80カ所ほど中国系の資本が買い取ってるんです。中国っていうのはこういう形で政治の面でも経済の面でも どんどん日本を侵食してきているんですよ。でね、その中国について、重い重い重しであったトランプさんがいなくなる可能性が出てきてるんですよ。つまり日本は独自でこういう中国の脅威から日本を守らなければならない状況になってきてるんですよ。なんかね、こう、バイデンさん誕生だとかって喜んでる日本のマスコミはこれをもうちょっと強く取り上げてほしいんだよね。本当にいいのかな、トランプさんいなくなっちゃって。 こういうね、中国の侵食っていうのがどんどん進んできますよということを伝えたくて今回動画を作成しています。はい。これどういう状況なんでしょうこちら、記事を読んでいけばわかると思うので、まず読んでいきましょう。え中国、中国資本買収が80箇所。安全保障上重要な施設、離島、政府調査。はいえ。中国系の資本が何らかの形で関与した疑いがある安全保障上重要な土地の買収件数が全国で約80箇所に上るとの調査を政府関係機関がまとめていたことが7日わかった。複数 政の政府関係者が明らかにした。政府は来年1月招集予定の通常国会で、防衛施設や国境離島などの土地購入に関して、政府の調査権限や届け出義務を盛り込んだ法案の提出を目指している。これ、熊さんも前動画にしましたよね。うん。やっと、やっと中国系の土地買収に関して、政府が動いたかと思ったんだけど、やっぱまだ、もうね、時すでに遅しと言っても過言じゃない状況なんですよ。もうすでに安全保障上重要な土地が80か所買収されてるんですから。で中国系 資本による土地買収の実態が明らかになったことで法整備の動きが加速しそうだもう、ね、最大加速させてください政府関係者によると防衛施設の周辺10キロ以内や、えー 国境離島にある土地でリゾート施設やマンションの建設などの目的で中国系の資本が直接もしくは間接的に買収に関与した疑いがある土地の件数を政府関係機関が調査をしたその結果今年の10月までの時点で少なくとも全国に約80カ所あることを把握した遅いまず把握自体が遅いんだよね、まあ、法整備ができてないっていうのはあるけれどもでまた同じ機関の調査で再生可能エネルギー発電事業者として中国系資本が何らかの形で買収に関与した としたとみられる土地が全国で約1700カ所に上ることも判明、はい。この再生可能エネルギーの発電事業者をもう日本というのは今求めてましたよね何年か前までね。でこれに乗じて中国系の資本が入中国系の資本がガン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 日本に入ってきて結果的に1700カ所の土地が買収されているんです。1700だよ。 全国各地47都道府県必ずどっかに中国資本が入ってきているというような状況なんですよ。で、この中には防衛施設周辺など、えー、安全保障上重要な土地も含まれ、約80カ所と一部重複する。で、これらの調査結果は、法整備を進めている内閣府を通じ、10月に首相官邸に報告された。現状では森林や農地の事後届出を除き、えー、政府に土地買収者について調べる権限がなく、その手段も限られている。法整備に向けて、9日から始まる有識者会議では、外資による安全保障 重要な土地買収の実態についても議題となる。それは、もう早くしてよ。うん。で検討中の法整備では、えー、関係閣僚会議を新設し、えー、防衛施設の周辺地や国境離島に関する各省庁や自治体の調査結果を集約。一部区域を指定し、土地購入者に、えー、国籍などを事前に国に届け出をすることを義務付ける、えー。調査結果次第では、閣僚会議で法規制の強化を検討する。もう早くしないと、早くしないと間に合わないよ。国民をみんな慌ててますよ、日本政府。はい、これですよ。えー調査 調査結果次第では閣僚会議で法規制の強化を検討する遅いし甘すぎるそうなんですよ遅いっていうだけではなくて確かに甘いと思うんだよね中国のように土地所有権を取り上げ土地使用権とするべきだろう中国は共産国家であり自由主義のやり方に縛られていたら負けてしまう日本の国土を守るために全力を尽くしてほしいと思う本当そうですよ菅さん 急いいでくださいよもうトランプさんいなくなる可能性ありますからトランプさんがいなくなったらね中国から重い重い重しがなくなるんですそうなると中国の,この軍拡であるとか覇権主義っていうのは加速化する可能性ありますからねもう日本独自で防いでいくしかないんですよ。もう えー、立憲民主党共産党社会党学術会議の任命をヒートアップさせて、この問題が大きくならないようにするのかなえー、来週の国会も荒れそうだ。もう学術会議なんてどうでもいいから。どうでもいいから。中国のこの土地買収に関して国会でやってくださいよ、本当に。で、安全保障上重要な拠点だけではなく、昔は水源の近くにまで、えー、中国資本が手を伸ばしてましたよね。えー、有事にそこを止められたら、また毒盛られたらと思うと節字が凍る。確かに。で、中国に限らず外国資本が簡単に土地を買えないようにするべきだと思う。 本当そうだよね中国なんて、外国が、資本が土地買えないようにしてますからね。 ある意味これ見習った方がいいかもしれませんね。しかしこんなに中国に買われているとは、武力を使わずに侵略されてしまいそうだ。本当ですよ。お金の力で中国、日本の土地全部買われちゃったらどうするのうん。こういう差し迫った問題があるのに、国会では学術会議がどうとか、あまりにもおバカすぎる。ほんとそう。与野党とも意図的に国会でやっているのかもしれないが、もっと国をきちんと守るということをやってくれ、してくれなくていいのかね。え自分のように先が短いじじいはいいがえ、若い人はこれでは安心して暮らせないよね。はい、おじいちゃんたちがこういうことを言ってくれてます。国会 よく聞いてほしい。うん で、えー、外国人に対しては土地使用権に変更した方が良さそうだよね。ほんと確かにそうだよね。購入はできない。使いたかったら、えー、レンタルさせてあげますよ。くらいでギリギリだよね。うん。で、脅威と感じることがあれば、土地募集とか、法律が決まる前に買われた土地ももちろんルールを適用しないとね。日本人名義に関しては、実は中国がオーナーの場合、双方とも罰則逮捕しないとダメ。もう本当にそのくらいのことをやらないと、多分止まらないと思いますよ。ハムラビ法典で行くべきだろうと。ああ、なるほどね。えー、た他国国民の所有を認めない国に対 はい中国認めてませんからえ、じゃあ中国人に関しては日本も認めないぐらいのことをやってもいいのかもしれない。もちろん間接的な所有に関しても、捜査権含めて穴がないように法整備することが前提。これまでに売却された資産に関しても、同様の扱いとするべき。確かに。もう,もうすでにめちゃくちゃ買われちゃってますからね。えー、今から作る法律は、この後のことにの,のね、あの行動に関してしか、えー、なんだろう、影響を及ばしませんとかなったら、じゃあこれまで買われてしまったものはどうするんだっていう話になりますから、これまで購入されたものに関しても適用 するべきです、えー。外国人の国土所有については、相互主義を導入すれば良いと思う。あ、これもそうだね。えー、自国で土地所有が認められないのであれば、えー、日本でも認めませんよという風にしてほしい。確かにそう。うん、で、まずは調査権と届け出の義務、えー。これを法制化した後、えー、政府が没収や徴収できるように法律を整える。だろう。もたもたしていたら、知らぬ間に居座られ。大、え、気、ー、を求められ暴れられる。の悪循環が始まりますよ。迅速に法制化してください。はい、やっぱりそうだった。中国資本が全国約80箇所で。 土地をすでに所得済みと、うんでえー、国防上重要な米軍や自衛隊基地周辺なども所得、えー、取得、えー、中国省の中には中国人民解放軍の外閣組織、仮想法人も多数含まれている、特に沖縄が多い、やばいよな、ね、沖縄は、すでに中国の沖縄侵略が着々と行われているということだ、えー左,派えー、左翼の沖縄県政は、これらを何も手を打たずに放置、黙認し、米軍基地や自衛隊配備、反対運動ばかりだ、もうとんでもない連中だ。 意見で溢れています。こういう早くしろ政府と。もう中国がまあ日本の土地を買収しまくっていたのは、もう分かっていてたことじゃないかと。だからこそ早くしてくれ。まあ動い,て動いたのはね、動いたのは見事です。はい。今まで動けなかったからね。うん。でもね、早くして。早くしないとやばいぞというようなお話でございました。うん。もうね、なんかね、トランプさんがね、もう本当にいなくなってしまう可能性あるんですよ。もうぞっとする話だけど。これで中国のね、重しが外れて、中国のこういうね、派遣主義っていうのが間違いなく加速します。世界中で間違いなく加速します。 一番やばいのは、多分台湾と日本です、うん。台湾と日本。台湾はもう本気で中国が取りに来てますし、日本に関してはね、もうス,パイスパイ防止法とかがないからね、もうね、入りたい放題なんで、だって今ね、中国を封じ込めようって言ってるこの世界情勢の中、日本の土地をね、どん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 買われてるような状況なんですよ。ありえますこんなこと。 これが、どんどん、これがね、あの、許されてる国にも今現在で、今これがね、今現在日本はこれが許されてしまってるんですよ。今でも中国製資本が日本の土地を買おうと思えば、いろんな理由をつけてどんどんどん,どん購入できるんですよ。で、結果的に米軍の横の土地とか、自衛隊基地のすぐ近くの土地とかっていうのを中国資本が買い取っているんです。 もうすでに開発始まってるらしいですよ。ただ単に土地を買われただけではなくて、マンションが建ったり、何らかのビルが建ったりっていう風に、開発自体が進んでるんですよ。ま開発を進められてしまうと、なんかもう、あれあれなろ中国資本が建てたビルの中でなんかもう怪しそうじゃない何か変なものがありそうな気がしませんかうん。だからこそ、もう一刻も早く、この中国資本を日本から締め出さないといけない。もう、トランプさんは頼れないかもしれない。 クマ、うんままあ、さんもね、まだ、ね、トランプさんの再逆転あるんじゃないかなと信じてはいるんだけれども、ただもうこれだけ、ね、世界中が、ね、バイデンに、ね、祝福をね、ヨーロッパ各地から、ね、祝福を送ってますよね、で一応、日本まで菅総理を送っちゃいましたよ、うんまあ、しょうがないよね、まあ、これはねあの、アメリカとの同盟っていうのは日本にとって重要だから、やっぱりっ新しいトップリーダーができたんであれば、菅政権もね、早めにおめでとうございますってもう言わなきゃいけない、もしかしたら菅さんがねもう日本、世界で一番早くアメリカを訪問することになるかもしれませんよ、うん、そのくらいのことはしても構わないと思いますよ、それはもう。もうトランプさんいなくなく てしまうのであれば、もう次のバイデンにね。なんかかけるしかないからね。バイデンとの関係も良くしておかないといけないから。うん。それとは別で中国はね。日本独自で防いでいけるような体制を取ろう。もう憲法を変えて自衛隊をね。 の防衛力を最大限に上げてほしいし、スパイ保床も作ってほしいし、こういうね、中国が簡単に日本の土地を購入できない、そういう法律も作ってほしい。もうとにかく動いてほしい。もう突然ね、ある意味突然だよ。安倍さんもいなくなったし、トランプさんもいなくなったっていうね、とんでもない状況ですよ、今。とんでもない状況なんだよ、今。うん。だからね、新しい日本のね、政権である菅さん、菅さん、もうとにかくフルパワーで動いてください。もう最大速度で動いてください。うん。もう本当にやばいと思いますからね、お願いしますということをね、皆さんに知ってほしくて今回動画を作成しました。こんな感じで、 あのね、もうトランプさんがいなくなった、もしくはえ中国のあに、アメリカのね、この混乱に乗じて、中国がガン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 動いてくる可能性がありますから、そういう記事を見つけたらえ、熊さん、どん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 動画にしていきたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。というわけで、熊さんの動画終わりたいと思います。で、これ、この記事だけじゃないですからね、中国が変な動きをしているっていう記事、たくさんありますからね、まあ、有名なところでいうとねあの、自分たちの、ね、中国の海域に入ってきたあ他国の船に関しては、武器を使ってもいいっていうね、あの例の、ね、法律をが整備されたりであるとか、もうおかしなこと といっぱい起こり始めてますから、おかしなこといっぱい起こり始めてますからね、だから中国でね、みんな検索をしてね、ちょっとね、もう危機感をちょっと上げてほしい、本当、本当に、もう危機感をね、周りの人間に煽ってほしい、もう本当にね、日本独自でちゃんと防衛できる状況にしないと、もう中国、抑え込めませんからね、しかもこれはもうスピードが重要ですからね、さっさと憲法も改正しちゃいましょう。というわけで、くまさんの動画を終わりたいと思います。バイバイイ